はい、こんにちは。今回のテーマは変数です。この変数はどのプログラムでも必ずって言っていいほどよく使うものなので、ここは確実に理解をしておきましょう。ポイントとしては、よく研修で変数について解説をしているとみんながつまずきやすいポイントが一つあるんですよね。それを動画の後半で解説するので、しっかりと押さえておいてくださいね。そして今回からプログラミングの練習問題も解説していくので、ぜひ最後まで見て問題を解ける力をつけていってください。それでは早速解説に入りましょう。今回の変数については ① ② ③、この3つのポイントを押さえておきましょう。まず ① 番は、そもそも変数って何なのかっていうことで、変数というのはプログラムの中でデータの入れ物となるものです。イメージとしてはこんな風に、プログラムの中でデータの入れ物を作ると、そしてこのように、例えば18という数値を入れてデータを取っておいたり、後で計算に使ったりすることができるというわけですね。こんな箱をボコボコたくさん作ってプログラムでは処理を進めていくんですけど、それぞれの箱を区別するために変数は名前をつけて使います。この変数の名前のことを変数名と言って、強手表記ではこのようなルールに従って名前をつけるケースが多いです。まず変数名には英数字が使われます。このような文字を使うイメージですね。さらに変数名の1文字目には小文字のアルファベットを使います。これは次回出てくるんですけど、配列の名前をつけるときには1文字目をアルファベットの大文字にするケースが多いです。そしていくつかの単語を組み合わせて変数名をつけたいときには、単語の区切りとしてアンダースコアが使われます。これアンダーバーって呼んでる人も多いですけど、下の方に表示される横線のことですね。変数名の例としては、このような個数とか金額と K、これをアンダースコアでつないでこのような名前が付けられたりします。そしてポイントの3つ目、このような変数をプログラムの中でどうやって使うのかということで、大きくこの2つのステップで使います。まず変数の中に値を入れる、そしたらプログラムの別の場所で変数の中に入っている値を見る、この2ステップです。そして変数に値を入れることを代入する、変数に入っている値を見ることを参照するというふうに言います。このあたりのキーワード、講座の中で繰り返し使っていくので、少しずつ慣れていくようにしてください。じゃあまず変数に値を代入するにはどのように書けばいいのかというと、この青文字のように書きます。変数名イコール値、例えば年齢イコール18と記述すると、このようにコンピューターのメモリ上に年齢という名前の入れ物ができて、その中に18という値が格納されるという動きになります。そしたらまた別の場所でこの年齢の中身を見る、つまり参照できるわけですが、その時はプログラムの中に参照したい変数名を記述します。そしてここものすごく重要なところなんですけど、変数を参照するとき、この変数名の部分がその中に入っている値に置き換わる、このイメージを持ってください。ここさりげなく書いてますが、この先のプログラムを理解するためにもすごく重要なポイントですね。じゃあこれってどういうことなのかというのを下の例を使って説明します。この例は前回出てきた表示するという処理文、これは括弧の中の値を画面に表示するという処理文でしたが、今回ここに年齢という変数名を書いているわけですね。そうすると一旦このように年齢という変数名のところがその中身の値18に置き換わると、なので表示する括弧18となるので、18が画面に表示されるという動きになります。こんな風に変数を参照するときは、変数名のところがその値に置き換わるんだというイメージを持っておいてください。それじゃあここまでの内容を踏まえて、続いて変数を使ったサンプルプログラムを見ていきましょう。最初に年齢イコール18ということで、さっき作った変数、これを利用するプログラムになっています。処理文が4行ありますが、今回のプログラムのポイントを下に3つまとめておきました。この中でもう特に押さえておいてほしいのが、この1番の記述です。この動画の初めに、この変数でみんながつまずきやすいポイントがあるって話をしたんですけど、それがこの記述です。具体的に言うと、同じ変数名がイコールの左側と右側にも出てくるパターンですね。これ数学とかじゃありえない式なんですけど、プログラムではよく出てきます。まずこのイコールというのは、プログラミングでは右側の値を左の変数に代入するという意味合いの記号なんですね。なのでこういう処理文があった時、まずイコールの右側を先に処理します。
そうすると年齢プラス1ということで変数年齢の値をここで参照しています。変数を参照するっていうのはどういうことだったかというと、こんな風に変数名のところがその中身の値18に置き換わるんでしたよね。なので18プラス1、その計算結果19がイコールの左側変数年齢に代入されます。つまりこの処理文というのは変数年齢がプラス1されて19に上書きされる、こんな計算をしている処理文です。ここが今回のプログラム一番のポイントということで最初に解説したんですが、一つ前の処理、ここについても説明しておきたいことがあります。まずプログラムで扱えるデータには大きく2種類、数値のデータと文字列のデータというのがあるんですが、文字列のデータはこのようにダブルクォーテーションマークで囲んで表現するということを押さえておいてください。合わせて3つ目、表示するという処理文は括弧の中のデータをカンマを使って連結することができます。例えば表示するの括弧の中に今の年齢コロンという文字列と変数名の年齢、これをカンマでつなげる、こんな書き方ができるんですね。そうするとこの文字列と変数年齢の値18が連結されるので、今の年齢コロン18という新しい文字列のデータになって、この一文が画面に表示されるという動きになります。これが2行目の処理ですね。そして3行目で変数年齢に対してプラス1して上書きをする。つまり値が19に変わります。そしたら最後に1年後の年齢、コロン、今の変数年齢の値。これは19に上書きされた後なので、このプログラムを実行すると、こんな風に年齢の値として18と19が画面に表示されるという結果になります。はい、というわけで変数を使ったサンプルプログラムについて解説をしました。まずは変数を使うときには大きく2ステップ、値を代入して中身を参照するというこの使い方と、変数を参照するときは変数名がその中身の値に置き換わるというイメージを持っておいてください。それじゃあ最後に練習問題にチャレンジしてさらに理解を深めていきましょう。はい、それじゃあレベル1、1問1答からいきましょう。プログラムにおいて数値や文字列などのデータを格納する入れ物、これは変数と言います。まずはこのキーワードの意味をしっかり押さえておきましょう。じゃあどんどんいきますね。続いてレベル2、練習問題です。今回は変数に関するプログラミングの問題を1問用意しました。じゃあ早速中身見ていきましょう。次のプログラムを読んで下の問いに答えようということで、4行のプログラムが掲載されてますね。じゃあ早速丸1番から見ていきます。1行目では変数数に20を格納している、このように変数に値を格納することを何というか答えようということで、キーワードを答える問題ですね。正解は代入と言います。続いて丸2番、2行目では変数数に入っている値を表示している、このように変数に入っている値を見ることを何というか答えようということで、こちらは参照すると言いました。この2つのキーワードぜひ押さえておきましょう。そして大切なのが丸3番、4行目で表示される値を答えようということで、上のプログラムを実行した時に最後に表示される数の値、これを答える問題です。ここを特に正解しておきたいですね。このプログラム、まず1行目で変数数に20を代入しています。なので2行目で値を参照した時は20が表示されるという結果になりますね。そしてポイントになるのが3行目、数イコール数プラス10ということで、同じ変数名が2箇所に出てきています。この時まずイコールの右側を計算するんでしたよね。今変数数の中身はこのように20ということで、20+10、その結果30がイコールの左側変数数に入って値が上書きされることになります。なので4行目で数の値を表示すると、上書きされた後の値30が表示されるということで、丸3番の正解は30となります。これが正解できたら変数については理解できているというふうに自信を持ってもらって大丈夫です。というわけで今回は変数について解説をしました。変数というのはデータを入れる箱みたいなものだというイメージと、その変数の名前の付け方、そして使い方ですね、代入、参照というこの2つのステップをぜひ押さえておいてください。もし今回の動画が良かった、参考になったっていう人はぜひいいねやコメントなんかで教えてもらえたら嬉しいです。そして次回はたくさんのデータをまとめて扱える配列について解説をするので、ぜひチャンネル登録をして楽しみに待っていてください。それではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。